久しぶりです。最低野郎のアルファです。お久しぶりです。SF 初心者の霊夢です。今回も SF 超大作を紹介していこうと思うんですけど、にしても久しぶりよね。また何かあったの？いやー、どうやら主の仕事が忙しくて投稿できなかったらしいんだけど、今は半ば無職みたいになったから動画投稿ができるようになったみたい。うわーリアルー。それでもうやさぐれちゃって仕方ないらしく、久々にバイクで道路をかっ飛ばし健康有料不良になろうとしてる。絶対に合わないだろ、やめとけやめとけ。てか、なんかそういう作品あったよね。そうそう、赤いバイクが有名な不良少年が主人公の SF 作品って、ヤンキー並みにストレスが爆発しそうな今ついにそれを紹介することになったんだ。待って、あれ世界的に有名なやつ？私ですら知ってる、あの SF 感満載で東京を走り回る。そうだ、もう主もやけになってついに本物の超有名作品を紹介するんだ。いやー、あれは楽しみだな、私もちゃんと見たことないから。というわけで今回ご紹介するのは、未来でネオな東京を舞台に生きる一人の健康有料不良少年が、いいぞいいぞ、かっこいい赤い SF バイクを乗り回し、ブンブン、アクセル全開で巨大な陰謀に巻き込まれる、超能力来るぞー、そして聞こえる謎のアイドルの呼び声、アイドル、なぜか終わらぬ80年代の熱狂、いや超能力は、隠された東京の正体、その謎が明かされるとき、盗んだバイクが走り出し、変形してはロボになる。ロボってお前、エンドレスエイティスヤンキーアイドルロボットアニメーション。いやそれ絶対値、その名も、メガドーン2-3だ。あんなつけろよ、猫つけやろー。霊夢そんなに好きだったの？でもおやまうにしてもタイトルにさん付けはさすがに。タイトル継承で呼ぶヤバいオタクなんてこの世にいてたまるか。そうじゃなくて、健康有料不良少年で暴走族でバイクの SF って言ったら、アキラに決まってるだろ？てかアキラしかないだろ？ふふ、そう言うと思っていたよ。じゃあ最初っからアキラやれよ。確かにアキラは日本を代表するバイク系 SF 作品。しかし、本当の80年代 SF バイク系はメガゾーン23だと僕は思う。はぁ、何言ってんのあんた。そして、この作品は時代を経て本当の意味で完成してしまった。この日本の歴史そのものを予言したような恐るべき作品。つまり、メガゾーン2-3に3をつけろよ、デコスケ野郎。めちゃくちゃ言いにくいし無理だろ。てか何、予言って、アキラも確か今の日本を予言してたとかなんとか言ってたけど、ああ、そういうものが、このメガゾーンにもあるのさ。よし、それじゃあこの作品の概要を早速紹介だ。ああ、やっぱりめちゃくちゃ不安だ。メガゾーン2-3は全3部で構成された OVA 作品。制作はアートランドアートミック。そして、今回紹介するパート1。つまり、第一作の公式発売は1985年だ。1985年か。ところで、OVA って何？オリジナルビデオアニメーション。要はテレビ放映ではなく、ビデオとして販売されたアニメってわけだ。そんなのあったの？僕らの年代ではすでに廃れていった文化だからね、それについてハートで詳しく解説するよ。で、本作のスタッフだがこれまた SF アニメの申し子だらけ。マクロス、モスピーダや超時空シリーズのスタッフが揃っており、ウニキャラでザニヒラノシとミキモトシ、そして納豆ミサイルでおなじみ板野サーカスの板野氏、監督にマクロス&銀河英雄伝説の石黒昇氏、グーヤバだろう、これはエグすぎだろう、霊夢。いや、何がエグいんか全然わからん。なんて、スタッフがほぼマクロスの伝説チームなんだ。他にもマジで神漫画、青葉自転車店と行こうよ。の宮尾岳さんが参加していたり、他にも有名人多数、美少女ロボの始祖みたいな人たちだからな、絶対覚えておくように。だったらいい加減マクロス教えろよ。霊夢にマクロスはまだ早い、あれはモスピーダを見た後超時空シリーズを見て、オーガス、サザンクロスと来てからようやくプロトカルチャーの講義を受けて、どんだけマクロスまで遠回りさせられるんだよ。Google マップでもそんなルート表示しねえわ。なら仕方ない。100メートル先を左、その後2秒で惑星メルキアで、ボトムズまでは直行かよ。まあともかく、ひたすら豪華なメンバー、まさに80年代夢の SF アニメスタッフ大集合。その物語は同じく1980年代の東京から始まる。1980年？この時、東京は言い知れぬ熱気に包まれていた。若者たちは夜な夜なディスコで踊り狂い、大人たちは金をばらまき、まるで毎日がお祭り騒ぎ。そんな騒がしい街をバイクで駆け抜ける若者、彼の名前は矢作翔吾。本作の主人公である彼が80年代の新宿へ向かうところから、この物語は始まるんだ。うわぁ昔の東京って感じだなぁ。そこで歩道を抜けて道路に出ようとすると、一人の少女にぶつかりそうになる。はいこれ危険運転な。彼女の名前は高中ゆい。ここですかさず、てる教えてよ。と翔吾が声をかけナンパ成功。見事番号をゲットする。てる教えてよって、そう、まさにバブリー用語な感じだが、本作は80年代東京の文化が全てが詰まってるような世界が特徴なんだ。作中では当時の東京をかなり細かく作り込んでいて、実際にあった店なんかも登場してくる。ああ、今でいう聖地ってやつだね。で、翔吾が急いで向かったのは当時の新宿アルタ前で、そこでは若かりし頃の新宿タイガーがちらっと映ったり、彼らのファッションもまさに80年代って感じ。さらに、アルタの大型ビジョンで映る若者に大人気のアイドルの新曲が流れると、翔吾の友人が PV をエアチェックしたからダビングさせろと騒いだりしていたんだ。エアチェック、ダビング。エアチェックっていうのは、
放送されてるラジオや映像をビデオやテープに焼き写すこと。ダビングってのは、別のテープに映像や音声を写すこと。かつてビデオやテープでしか情報を記録できなかった頃、若者たちは必死にエアチェックとダビングをしてたし、そのためなら徹夜も辞さなかったらしいからね。ほえー、そんな時代もあったのか。それからフリーターの称号はまぶい女と二ケツで走ったり、ナウでヤングな原宿でアベックでおったまげだったんだが、バブリーすぎて言ってる意味がわからん。にしても、これ今のところ全然 SF 感ないな。ただ80年代の東京の若者映像だろ。それでまあ、ある時、友人から連絡をもらい、とある地下駐車場へと向かう。いや、だからどこが SF なんだ。そこにあったのは、今まで見たこともないバイク。SF？ 一見してかなりの大型だが、明らかにスフチックなデザインに主人公も驚きを隠せない。ほんとそうだな。実はテストライダーであった友人が勝手に持ち出してきた新型だという。バイクの名前はガーランド、メーカー名はバハムート。そこへ現れた男たちにバイクを返すよう言われ、逃げた途端に銃撃を受ける。その結果、ショーゴはかろうじてガーランドに乗り逃走する羽目になったのだ。はぁ、確かに凄そうなバイクだけど、なんで突然トレンディー感消し飛ぶのよ。ふふ。しかし驚くのはここからだ。ガーランドで逃げ出したショーゴだが、自宅が謎の組織に抑えられてしまう。なんだこいつら怖いな。そこでガーランドを返すと思ったら大間違い。なんとガーランドの存在を隠したがっているなら、逆に世間に晒してやるぞと、某人気アイドルが MC を務める視聴者質問コーナーに出ることにしたのだ。いやいやいや、なんで、そんなヤバいのさっさと返しちゃいなよ。まあ80年代の主人公ってこういうもんなんだって。さっきの友人が男たちに殺されちゃったってのもあるんだけど、マジかい。そもそも、大人への反発心だとかアナーキズムだとか、80年代の若者のヒーロー像はとにかく反発心が強い。特にバイクに乗る若者の主人公なら必ずこうなるよ。バイク乗って反政府的な行動に出て物語が進む。アキラの金田も似たようなもんだね。ふーん、バイクと若者と反発心か。なんかバブリーなイメージしかなかったな。現代だとそうかもね。けど、80年代の派手なイメージの裏には、その派手さに反発する不良文化が花開いた時代。そして、ショーゴは盗んだバイクで走り出す行き先もわからぬまま。校舎のガラス割るなよ。安心してほしい。やってきたのは真っ昼間の公衆電話。ここでアイドル、イブ、の視聴者質問コーナーでガーランドを世間に晒そうとしたのだ。あ、さっき出てきた人気アイドルね。なんか懐かしかわいいな。だろう。80年代の若者文化といえば不良。そして、やっぱりオタク。特にアイドル人気に火がついた時代。この時祭り部は国民的なアイドルで、若者を中心に絶大な人気を誇っている。で、主人公は公衆電話についたカメラを使い、テレビに向かってガーランドについて暴露し始める。公衆電話ってのがまた80年代だな。公衆電話にカメラ。でもアイブにガーランドについて調べてもらうよう頼んだわけだが、それよりもアイドルと話せたことにウキウキしていた主人公。平和すぎだろ。絶対この後ヤバいことになる。そして、やっぱり鍵つけた例の組織が現場を吸収。あーほらやっぱり、ガーランドの速度とパワーを使い、なんとか逃げ切り高速道路に出る。あれ、てかバイク赤くなってない。そうだ、元の色がダサいってのと偽装のためにバイクやデイロを変えてる。やってることがグラセフなんだよな。しかし、バイクが赤くなると余計に明らかんが出てるよな。ところが、そこで待ち伏せをしていたのはガーランドによく似たバイクと謎のロボットたち。は、突然のロボ出現に驚く主人公があわや的に捕獲されるという時、なんと、主人公のバイクがロボットに変形するのだ。見たか、これがガーランド。変形しロボット形状に慣れて BMW を粉々にできるんだぞ。アキラバイクが変形したか、ロボになったか、BMW を粉々にしたか。BMW 絶対に出てこないし、多分アキラってそういうんじゃない。それにアキラのバイクの名前知ってるか、金田のバイクだぞ。盗んできた他人のバイクなのに、ガーランドって名前ついて変形ロボになれるバイクの圧勝だ圧勝。いや、知名度で惨敗してるし、それ知ってる。お前絶対アキラ好きだろ。てか、金田のバイクも盗んできたものなのか。そうだ、それはアキラの話の時にでもやるけど、要は80年代は盗んだバイクで走り出すってのがかっこいい時代だったってことだ。さらに、盗んだバイクが変形してロボットになるなんてかっこよすぎてヤバいだろ。そこはもう80年代じゃないけどな。というわけで、尾崎が盗んだバイクことガーランドについて解説するぞ。15の夜は SF じゃねえ。ガーランド製造メーカー名にバハムートとある。この機体はバイクから人型へと変化する、いわゆる変形ロボットだ。人型形態で全高 3.85 メートル、武器はレーザーオーブガンを装備、バーニアによる短時間の空中戦闘も可能。これ空も飛ぶの？そして出力はなんと525馬力馬馬力、なんか馬力で言われるとあんまり強そうな気が。何を言ってるんだ、忍者の英知により出力高いんだぞ。だから空飛ぶのになんでバイク基準なんだよ。さらにその変形シーンがめちゃくちゃかっこいい。走行状態から運転手が姿勢を変えることなくロボになるため、各部が合理的かつ機能的に動く。この渋い変形は他のロボットものにはない。たまらない。何を言ってるのか全然わからん。そして最高にナウでヤングで活かしてるのが、操縦自体もバイクのハンドルでやってることだ。え
それでこんな動きしてんの。しかも敵が使うマシンもガーランドの量産機なので当然こうなる。ただ、当然アクセルワークだけでロボットなんて動けない。そこで脳波スキャンコントローラーがついており考えるだけでマシンが動くようになってるんだ。じゃあハンドルいらないだろ。いるだろそりゃ。なんせ盗んだバイク型変形ロボってのが大事じゃないか。ガンダムにしろ盗んだロボで戦うし、エイティスロボアニメってのはニュータイプ尾崎があまりに多い。そこでバイクがロボになるってのがガーランド最大の特徴。何が何でもハンドルで操作しなきゃならんのだよ。なんかロボットアニメの闇をひたすら熱く語られてる気が。さらにガーランドを捕獲しようとしていたロボ、これはハーガンといって、ガーランドを元に設計された量産機だ。こちらはバイクからの変形ができず手足のパーツをつけて出撃する合体機になる。へえ、なんか事務的なやつも合体するんだ。なんだっけ、アルファの好きな緑のモビルスーツも合体とか変形すればいいのに。アーマードトルーパーだ。久しぶりだから許すけど、次間違えたらスコープドッグとマーシードッグの違いを解説するからな。いや一緒でしょこれ。違う、スコープドッグは適正に改良したのがマーシードッグであって、そもそもならいいが、とにかくガーランドはバイク型から有人ロボット型に変形するというとても変わったプロセスが存在する。故にただ変形するだけでもかっこいいわけなのだが、この複雑な変形をやってのけたのがメカニックデザイン荒牧紳士である。え、だから一体誰。パワードスーツの荒牧と言われ、メガゾーンの他にもイクサーワンやガサラキの他、本チャンネルで全力解説したモスピーダのメカデザも担当しているあの荒牧さんだぞ。あのモスピーダのバイクが変形するあれ。そうだ。だが今回はバイクが変形するとハイエヒトを乗せて全長3メートルのロボットへの変形。普通ならこれはできないと諦めるだろうな。どうして。いいかい、ロボットアニメというのは常にスポンサーにおもちゃメーカーが存在する。よってアニメに登場した主役機は絶対に発売しなければならない。そしてアニメ内での変形はおもちゃでもできなければならない。ああそうか。お、珍しく気がついたみたいだし、何が難しいのか言ってみてくれ。これバイクだから変形できるパーツが少なすぎてロボットにならないんでしょ。素晴らしい素晴らしいよ霊夢。 SF 嫌いの君がそこまで理解できるとは。ご褒美として今度はマーシードッグとターボカスタムの違いについて。それ罰ゲームだろ、いいから進めろよ。うむ、まさにその通りで、ガーランドはバイクゆえに面積が少なく無人ロボなら簡単だが、有人ロボにするのはとてつもなく難しく、さらにコックピット付きのハードルは異常なほどだ。それを苦心の末変形可能なバイクにしたのは荒牧氏の執念の賜物と言っていい。ああ確かによく変形させてるよねこれ。ただとにかくコックピットを作るのが限界だったらしく、パイロットのスペースは鬼のように狭い。そして変形させる機構を詰め込むので精一杯だったため、中身はほぼ空っぽ。それゆえにガランドー空っぽが転じてガーランドという名前になったと言われてるんだ。その隙間にロボアニメの闇が詰め込まれてるな。とにかくこのかっこいい変形バイクロボに乗り、主人公はその後も大活躍するわけで、そりゃあバイク好きもロボ好きもみんな持ってかれたわけだ。ふーん、そりゃ男の子が好きそうな感じよね。しかし男の子が好きだったのは何もこのロボだけではない。それは80年代ロボットアニメでトップを争うほどの可愛い女性キャラたち。それは間違いないわ、絵も可愛い。特にこの時マツリーブは初代マクロスの歌姫、リン、民名と人気を二分する80年代アニメアイドル。マクロスと同じく実際のアイドルが声優と歌を担当しており、宮下久美の歌った背中越しにセンチメンタルはマジで名曲。ちなみにこの曲で歌手デビューを果たしている。ほえー、すごいな。ほんと時代も合わせてエモいし可愛いし、いわほんと最高だよ。確かに今にないアイドル感が結構好きかも。またキャラクターは美少女の神である三木本氏が手掛けているだけあって、これでもかというくらい女性キャラが可愛い。今作のヒロインである高中よゆいはダンサー志望でありブロードウェイに立つのが夢、映画監督志望である明るい熱血オタクの村下智美や、意に憧れ歌手を目指す夢かのうまいらと3人で同居生活をしている。つまりワンカットで夢を追う美少女が3人も映るという夢のようなロボットアニメ。そこに時代の経過がプラスされ、得も言われぬエモさも加わり、むしろロボより懐かし可愛い女性キャラをめでるだけで十分な気すらする。いやさすがにそれはダメだろ。しかし本作は女性キャラ、特にヒロイン絡みの話がとてつもなく多い。例えばゆいがデビューのために仕方なくだがプロデューサーに枕営業をする話があったり。おい大丈夫なのかこれ。安心してほしい、そこはしっかり主人公がガーランドの盗聴機能を使って事態を察知し、ガーランドで部屋を壊して思いとどまらせるから。ロボの使い方よ。さらに映画監督を目指すともみに押し負ける形で主人公と共に映画を撮影するようになったり、これはギャルゲーなんじゃないかと時々勘違いしそうになる。頼む選択コマンドをくれ。アニメで全キャラ攻略しようとすんなよ。とにかく可愛い美少女とロボと80年代の若者感がひたすらにぶち込まれたこの世界。バイク、アイドル、夢、恋愛、本気になり恋焦がれたいあたりでいられる生きる実感。ガーランドがなければまさに青春ラブストーリーというべき展開がトレンディに展開するわけで、そんな世界をヒロインは一番いい時代な気がすると言った。一番いい時代か、確かにそういう時だろうね。一番いい時代っていうのは、そう、それが青春ってやつだろうね。ただしこの言葉は後々全く別の意味を帯びていくこととなる。別の意味？ああ、
ところで霊夢は気がついたかい？なぜここまで全開で青春ストーリーをしている80年代東京の若者たちが、変形するバイクに乗ったり、謎の組織に追われたりするのか？そういえば、変だと思ってたのよ。アルファは SF 好きだからロボや変形バイクは好物だろうけど私からしたら、その要素全くいらないっていうか、そもそもなんでここにロボが出てくるの？って思うし、それに、何か変なのよね。この街、変、とは、公衆電話よ。主人公が使ってた、どうして公衆電話にカメラがあるの？そもそも、あの時代にテレビ電話なんてないわず、80年代に実在した人やカフェまで取り入れた東京シーンがあるのに、どうして、しかもこれは、みんなが普段から使ってるものでしょ。ガーランドみたいに突然出てきた特殊なものじゃないわ。いいよ、いいよ霊夢、まさかそこから気がついてくるとは。どうやら君には、スコープドッグの種類について話す前に、この世界の秘密について話しても耐えられるまでには SF 経験値を上げてきたようだ。はい、どういう意味よ。ここは一見して平和な80年代東京。しかし、なぜ変形するバイクがあり、それを追う組織があり、どうして公衆電話にカメラがあるのか。それは、それは、ここは本物の80年代東京ではなく、作られた80年代東京だからなのだ。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。